到着したんで練習行ってきます。うまい25。コンビニ寄ります。昼は外食したりとか、まあ家で作ってもちょっと簡単なものになっちゃって野菜まで手が回らないことが多いんで、その時にビタミン野菜で野菜取るって感じにしてます。もちろん食材から取った方がベストだと思ってるんですけど、栄養士さんにこの野菜ジュース飲むんだったらこれにした方がいいよっていうのを勧められたんで、一応これにしてます。新しいフライパン届きました。リコある。この鍋は一人暮らし始めた時に買った多分やつだから7、8年使ってんじゃないかな。お疲れ様でした。これから2年ぐらいかな。ピファールお疲れ様でした。長友さんのシェフの加藤シェフのレシピやっていきたいと思います。なんだっけな、名前。なんか胸肉を大根おろしとポン酢のやつなんだけど、大根おろしすります。ポン酢入れます。お、うまっ。